あーすごいな。スノーシェットって外側こんな風になってんだ。すごいなこれ。なんかクリデンミュージアムの建物ってなんかこんな感じでしたよね。あと大御列車区か上毛電鉄こんな感じしたよね。すごいな。いやーこんな山奥によく鉄道作ったよな。すごいね。なんか陶芸機関連のなんか備品がすごいある。やばいな。でも私有地だからやめた方がいいか。あーすごいな。これが陶芸機の前景か。すごいな。よくこんな山奥に鉄道作ったよね。ああ、これが駅舎、事実上の駅舎か。いや、山形新幹線に会えたの嬉しいな。じゃあそれではですね、陶芸機のホームですね、探索していきましょう。ああでそうですね、ホームは高台踏切で結ばれてるんですよね。でホームは島式一面二線の構造になっているんですね。いやーすごいなこれ。はい、でそしてこちらの線路が米沢方面ですね。こちらが米沢方面になります。はい、でそしてこちらがですね、陶芸機の現在のホームですね。一応一面二線になってて、左が福島方面、右が米沢方面になってるんですね。あー陶芸機すげえ、こんなのあるんだ。漢字一文字の駅ってこれ独特ですよね。いやーこれサムネイルマジどうしような。
ああ、そうですね。これ駅名表も写しておきたいですね。ここまで来たんですから。じゃあ駅名表は写しておきましょう。いやー、独特だな。あとそうですね、言おうと思って忘れたんですけど、実はここ陶芸駅って、実はここ唯一の立ち売りが行われてる駅で有名なんですよね。実はなんですけど。そうなんですよ、実はここ、日本鉄道で唯一の立ち売りが行われてる駅で有名なんですね。で、何しろ、この板谷峠は、峠の力持ちが結構有名で、それをこのホームで販売しているとのことなんですよね。まさに山奥の立ち売りですよね。今駅のホームで駅弁販売する立ち売りって今ないですよね。昔は多くあったんですけど、この駅のホームでの立ち売りって結構旅情あるかなと思うんですよね。いや、すごいよな。こんな山奥でね、峠の力持ちを販売しているっていうのはなかなかないですよね。あと、そうですよね。赤岩駅、ついに今年3月で廃止になってしまったっていうのは悲しいですよね。2021年の3月でなくなっちゃったんですよね。実は俺も赤岩駅行ったんですけど、赤岩駅の、その赤岩駅とか、板谷と大沢峠に行った、その、なんだっけあれ、あ、SD カードか。そう、保存先の SD カード、紛失しちゃったんだよな。本当にショックだしな。あーで、そして、こちらの線路はですね、ちょっと暗くてごめんなさいですけど、こちらの線路は、福島方面ですね。こちらは福島方面になって、左トンネルあるんですけど、これおそらくは使われなくなったトンネルで、スイッチバック用の、折り返し用のトンネルですね。そうなってるんですよね。でもそうだよな。こんな山奥をさ、こんな山奥の峠の駅、小さな秘境駅か。もうこれ、正真正銘の秘境駅でいいですよね。この奥羽本線って、峠駅が結構有名なんですよね。峠の力持ちが有名で、唯一の立ち売りが行われる駅なんですよね。あ、そしてここに赤岩雨ってありますけど、これ何なんだ？これ何の線路標識ですかね？もう赤岩駅はなくなっちゃったんですよね。それを追悼するための線路標識ですかね？この赤岩雨っていう線路標識なんですけど、これ知ってる人いたらちょっと教えてほしいですね。なんだろう。いや、それにしてもね、奥羽本線ってこんな山奥よく鉄道作りましたよね。まあ、福島と日本海を縦断するためのまあ連絡線です。連絡鉄道ですからね。あ、そうだ。このサムネイルも一応撮っとくか。あ、こういうサムネイルもいいね。そうですよね。ここまで来たんだから、いろいろサムネイルは撮っときたいですよね。どれが YouTube 映えしそうかな、気になるな。そしたら待合室を見てみるか。あー、待合室は相変わらずこんな感じか。そうですね。で、陶芸機なんですけど、俺今ここにいるんですよね。で、この庭坂と板谷、この間に、
最近まで峠駅があったんですけど、これが最近になって、あ、赤岩駅ですね。赤岩駅がちょうどこの庭坂と板屋の間にあったんですけど、ついに廃止されちゃったんですね。もう白板で埋められてますね。まあそうなんですよ。赤岩駅俺前行ったんですけど、保存先の SD カードが紛失しちゃったのが惜しかったですよね。まあ前は佐々木の庭坂、板屋、大沢、関根、米沢に行って、で、大玉行って帰ったんですよね、前は。で、その次が赤岩行って、中川行って、上野山温泉とか、こういうところ行って戻ってきたんですよね。で、そして、ね、発車事故今日はこんな感じなんですよね。朝2本だけあって、次1時までないんですよね。そう、これが板谷越えの奥羽本線の現状なんですよね。これ、本数的にはこれ、土合駅よりちょっとひどいかな。どっちかといえば、これ、土合駅よりちょっとひどいかなと思いますね。いや、土合駅よりちょっとやばいよ、これね。で、あとそうですね、前ここに、前来た時ここに、赤岩駅休止っていうさ、ポスターあったんですけど、撤去されちゃったんですよね。もう赤岩駅は廃止になったから、撤去されたんかなとは思いますよね。まさに赤岩駅追悼ですね。待合室は相変わらずこんな感じか。ただ駅の音がないのが惜しいですよね。あとそうですよね。今先ほどのなんか倉庫、なんか倉庫らしき屋根に囲いに、あの板谷峠の奥羽本線、奥羽本線が国鉄時代の頃の貴重な、鉄道備品があったんですよね。あれ撮影しようかなと思ったんですけど、ちょっと私有地だからやめた方がいいかなと思って一応行きませんでした。まあ行ってみたい人は、まあ気になる方はぜひですね、峠駅に来てからでもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。はい、今回3度目の峠駅に来ることができましたね。去年もここ来たんですよね、実は。まあとりあえずね、ここまで来たんだから、そうですよね。あと先ほどの鉄道備品があった民家ですね、気になる方はぜひですね、峠駅に来てからでもいいかなと思いますね。すごいよな、この峠駅。もうこれは、東北最強の秘境駅でいいんじゃないかなっていうのは思いますね。まあ一応、峠駅、3度目の訪問したっていうこともですね、一応お伝えしておこうと思います。ああ、とりあえず戻ってきた。あと峠駅来たら、峠駅行くときは熊に注意する上、それ相応の装備と対策して訪れることをお勧めしたいですね。でこちらが峠の釜め、峠の力持ちになりますね。ぜひですね、峠駅訪れてみてはいかがでしょうか。それではですね、これで峠駅3度目の訪問レポートはですね、これで終わりたいと思います。この動画をご覧になった方はぜひですね、峠駅に訪れてみてはいかがでしょうか。それでは峠駅3度目の訪問、レポートは終わりたいと思います。それでは。